生まれる。10代の時にグラフィックデザインを専攻。第二次世界大戦後の1946年、ソビエト軍の侵攻を避けるため家族と共にミュンヘンへ移住する。同都市でジャズピアニストとしての活動を開始する。1950年代前半にハンス・コラーのクインテットのメンバーとして活動を行い、 1954年から1955年の間、彼女自身のクインテットを率いて活動を行っている。ヒップはこの頃にいくつかの録音を行い、それらを収録したアルバムがユタヒップクインテットとしてブルーノートレコードから発売される。そして、そのアルバムの全曲に未発表音源を加えた編集版レジェンダリーユタヒップクインテット1954。 フランクフルトスペシャルが彼女の没後に発売されている。1955年、ヒップはアメリカ合衆国に移住する。ドイツ時代から彼女を称賛していた評論家、レナード・フェザーの力添えで、彼女はブルーンオートレコードと契約する。彼女はヨーロッパ系の女性ジャズピアニストとして、ジャズ界で注目を浴びる。 1956年4月5日にジャズクラブ、ヒッコリーハウスで録音されたライブを収録した、ヒッコリーハウスのユタヒップは、彼女の代表作として人気が高い。ズートシムズとの共作、ユタヒップウィズ、ズートシムズの録音後、彼女は音楽業界から突如引退する。小規模のクラブでの演奏を好んでいたこと、極度の上がり症であったこと、音楽で生計を立てることに、 あまり関心がなく、自分が感銘を受けない音楽を演奏、録音することに気乗りがしなかったことなどが原因とされている。ヒップはレコーディングをやめた後も演奏活動を時折、行っていたものの、1960年以降、彼女の関心は、音楽から海外へと移ってしまう。2003年4月6日、ニューヨークのクイーンズ区にあるアパートの自室で死去。78歳。 生涯独身であった。彼女に影響を与えたアーティストは、カウントベーシー、テディ・ウィルソン、ファッツ・オーラー、レニートリー・スターのバド・パウエル、ホレス・シルバーなど。アメリカに移住後の彼女の演奏スタイルは、シルバーのスタイルに強く影響を受けている。アンアルバムバイ、ユタ・ヒップ。ありがとうございます。